皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは JR 大宮駅です。この日は2021年3月5日ダイヤ改正の、前なんですけれども、今回はダイヤ改正でなくなってしまう、種別の列車に乗っていきます。こちらです。通勤快速というものが、ダイヤ改正により廃止されます。高崎線の通勤快速が快速アーバンとなり、宇都宮線は快速ラビット、そして東海道線は快速アクティ、このように通勤快速は完全に廃止してしまい、そのような快速電車のみ走らせるということになりました。今回は廃止される前の通勤快速高崎線に乗って高崎駅まで向かいます。ご乗車ありがとうございます。高崎駅です。ご乗車ありがとうございます。
本日は線路で次は西側です。出た形でお降りのお客様、お忘れ物をなさいませんようにご注意ください。ご乗車の列車、両毛線前橋行きです。ということで、群馬県は高崎駅に到着です。用事が高崎駅なので、前橋までは行かず、ここで下車したいと思います。今回は通勤快速、高崎線の通勤快速に乗車してみました。まあ一番面白い区間は鴻巣、そして熊谷ですね。そこから先は普通に普通電車として扱いになりますので、まあそんな感じでした。この動画が上がっている頃にはもうダイヤ改正で通勤快速という種別はもうなくなってしまっております。廃止されてしまっているので乗車はできないですけれども、過去にこういったね、とんでもないね、通過域が多い快速電車が走っていたんだよということだけをお伝えできたらなと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。